事務局の菅原と申します。私からサークルのご紹介をさせていただきます。ライムライトが活動するのは、三河町は山形県の北西部、庄内平野の中央に位置する人口7000人余りの小さな町です。豊かな田園風景が季節ごとに様々な色を見せてくれます。今年度の活動はコロナの影響で例年通りとはいきませんでしたが、その中でもできることを探して活動してきました。サークル代表の片桐みむです。この度は優秀賞という名誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。こうしてライムライトが活動してこられたのも、32年前のサークル立ち上げからボランティア活動とそのスピリットを受け継いできたたくさんの先輩方や、私たちの活動を見守り支援してくださった地域の方々、いつも私たちを励まし育ててくれた家族の支えのおかげです。コロナ禍という今まで誰も経験したことのないような難しい状況に世界中が置かれていて、私たちの住む山形県三河町も例外ではありませんが、ライムライトはこれからも自分たちにできることを探し行動していきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。